ヘレン・リッチー、1929ヘレン・リッチーはアメリカ合衆国の女性パイロットである民間航空のパイロットとして雇われた最初のアメリカ人女性パイロットであるペンシルベニア州マッキー・スポートに生まれた父親はマッキー・スポートの教育長であった少女時代にズボンを履くのを好む女性であった20歳の時に飛行機の操縦を習い飛行免許を取ると 父親は飛行機を買い与えた。極技飛行パイロットとなり、1933年には女性パイロット、フランシス・マルサリスの副操縦士として、空中給油を受けながらの対空時間記録飛行を行い、10日間の飛行記録を作った。1934年には女性のナショナルエアレースに優勝するが、このレースでフランシス・マルサリスが、 自己死したことによって、より安定した航空の職業に就くことを望んだ。セントラル航空が彼女を雇い、1934年12月31日、初の女性パイロットとして、フォードトライモーターに服装重視として登場し、新聞もこのことを大きく報じた。しかしながら、パイロットとしてより、宣伝のために使われることが多く、郵便飛行士組合も、 彼女の加入を拒み、民間航空庁も悪天候時の女性の操縦を禁止するなどの差別に不満で10ヶ月ほどでセントラル航空を退職し、レースパイロットに戻った。セントラル航空でパイロットとして飛行したのは十数回に過ぎなかった。1936年にはアメリア・イアハートと組んで、ベンディックストルフィーレースで男性チームと競って5位に入賞した。 第二次世界大戦中は、ウィメンズ・エフォス、サービスパイロッツなどに参加し、軍用機の輸送飛行に従事した。戦後は、軍を退役した多くのパイロットが生まれたことによって、パイロットの仕事が見つからなくなり、1947年、ニューヨークのアパートで睡眠薬を飲んで死亡した。自殺だと推定されている。ありがとうございます。